そこに、いる。小学生の頃の体験談。私はある地方の田舎町に住んでいました。通っていたのも学年で2クラスしかない学校でした。3年生になってクラスに男の子の転校生が来ました。その子は東京から来た子で、しばらく学校に馴染めないみたいでした。でも、クラスではいじめとかはなくて、冬休みの前には友達もできたようです。新学期になると、その子はなぜか登校してこなくなりました。学校や先生にも何の連絡もなく、家族ごと姿を消したという話でした。それから3年ほど経ち、私はその男の子のことはすっかり忘れていました。転校してきた当時もそれほど親しくはならなかったし、だからなぜ私だったのかが今も見当がつきません。というのは、その子が頻繁に私の前に現れるようになったんです。私は中学生になっていましたが、男の子は当時のままでした。小学生の男の子が物陰から私を見ているんです。誰かの視線を感じたと思った瞬間に、そこにその子がいるんです。話しかけたり、近づいたりするわけでもなく、突然現れるという感じ。それも日中、街中でのことです。1週間に1、2回はありました。怖くはなかったです。一度なんか、友達といる時に現れて、思わず、ほらあそこ、と声を上げましたが、友達にもはっきりと見えたそうです。またある日、思い切って近づいていくと、その子は走って逃げていきました。私に何か伝えたいことがあるのかとも思いましたけど、相手にはそんな気はないようでした。結局、男の子は姿を消しました。何かあったというわけではありません。だんだんと目撃する回数が減って、気がつくといなくなっていたんです。それでも、忘れかけたとき、男の子がふと、姿を現すことがあります。つい最近は、都内の繁華街で、その子を見ました。テープ。中学生のとき、家から少し離れたところに、明らかに誰も住んでいない廃墟がありました。壁一面にツタが生い茂った、いかにもっていでたちの一軒家。ある日の部活明け、時間は8時頃だったか、同級生8人で忍び込むことに。窓から入ると中は真っ暗。勢いで入ってはみたものの、皆実際には帰りたかったんだけど、せっかく入ったんだからと、もう少し捜索してみることに。リビングのような部屋に進んだ。真ん中にはテーブル。見ると何か置いてあった。近づいてみるとそれは、1枚の置き手紙と、何かを録音したらしいテープ。置き手紙にはこう書いてあった。お父さん、ありがとう。特に怖いことが書いてあったわけではないのに、何か寒気を感じて、俺たちは撤退することにした。外に出ると、ほっとしたのかみんな、席を切ったように話し始めた。そして、手紙の横のテープの話題に。あれ、何が入ってるんだろうな。とか話していると、友人の一人が、ぼそっとつぶやいた。俺、持ってきちゃった。と。その場にはもちろん、再生するものがなかったため、責任を持って、その友人が持って帰って、聞いてみることになった。ここからは、友人から聞いた話。持って帰った友人は、少しビビりながらも、とりあえずラジカセで再生してみた。無音。10分以上聞いたが、無音だった。古いテープだったし、消えてしまったのかなと思い、再生したまま彼は漫画を読み始めた。しばらく漫画を読んで、テープのことを忘れかけたとき、ラジカセから女の声が聞こえた。お父さん、殺してくれてありがとう。黒い家。自分が住んでいるところは田舎で、家と家とが結構離れているんだけど、時々、深夜まで起きていると、隣の家から泣き声がする。正確に言うと、家の中からではなくて、家の外から聞こえてくる。ごめんなさい。ごめんなさい。入れてください。子供2人の声で、その家には自分よりも1つ上の女と、自分より3つくらい下の男がいて、多分その2人だとは思う。その2人が合掌泣きしている。田舎の集落だから、結構ご近所同士の付き合いは深いんだけど、町内会とかで集まりがあっても、その家の人は絶対に来ないし、みんな変だって言って、どこの家とも付き合いがないっぽい。そしてまた、その家も子供、3人いるんだけど、全員、自分もなんだか気持ち悪いと感じる。いつもうつむいていて、本当に何も喋らない。声を聞いたことがないくらい。最初に、この泣き声を深夜聞いたときは、親を起こすくらいびっくりした。まさか虐待とか思っているけど、通報はしていません。後が怖いから。皆この家のことを、密かに、黒い家って呼んでいる。死者の声。寺の住職だった親父が死んでから、ちょうど今日で1年が経った。親父は小さな頃から、死者の声が聞こえたらしい。気が狂いそうになる中で、救いを求めたのが仏教だったと聞いている。そのせいか、寺には2週間に1度は、この手の悩みを持った人が訪れていた。ある日のこと、秋山さんという45歳くらいの独身の女性が、自分は親に呪われていると言って相談に来るようになった。なんで呪われていると思うのかという親父の問いかけに、長い間顔を見に行っていないからと答えていた。そんなことはない、と、いくら説得しても納得しないため、親父と母さんは彼女と親御さんに会いに行くことにした。その数時間後、慌てた声の母親から車で迎えに来るようにと言われ、着いた先ではパトカーと救急車が数台来ていて、ゴミ屋敷と呼ぶにふさわしいオンボロの家を赤く照らし出していた。そして家の中から、この世のものとも思えない異臭とともに、頭蓋骨を抱いた秋山さんが、警察に両肩を支えられて出てきた。その後を追うように出てきた親父は、真っ青になりながら、残念ながら亡くなっていたよ、と言って彼女と一緒に警察署に連れて行かれた。後日、母親を孤独死させてしまった秋山さんを寺のみんなで慰めた。ただ、あのゴミ屋敷を見た俺としては、たとえ親とはいえ、見捨ててしまうだけの事情があったんだろうと察した。それでも秋山さんの中では罪悪感があったんだろう。だから、呪われたなんて思ってしまったんだろう。そう思っていた。落胆する秋山さんは、毎日のようにお祈りに参加した。俺の目から見ても、少しずつ元気を取り戻しているように見えた。元気になった秋山さんは、逆に亡くなったお母さんの悪口を言うようになった。はじめは、みんなも黙って聞いていたんだけど、だんだん耳に耐えられなくなってきて、秋山さんのことを避けた。それでも親父は、黙ってうなずいて、秋山さんの暴言を聞いていた。それからしばらくしたある日、学校から帰ってくると、うちの小さい貧乏寺にパトカーが止まっている。何事かと母さんに聞くと、何でも秋山さんが暴れて倒れたとのこと。近所の人が大声にびっくりして、勝手に気を回して警察を呼んだらしい。ここからは母さんから聞いた話。その日、いつものように暴言を吐き続ける秋山さんは、親父が小声で言った言葉を聞いて、急に暴れ出したらしい。あなたのお母さんは、首を絞められても、あなたのことを恨んだりはしていませんよ、と。秋山さんが自首をしたという話は聞いていない。親父に、これでよかったのかと尋ねると、誰にも言うなよ、とだけ言われた。